これ僕この動画で言うにあたって永井さんに後で怒られる可能性があるんですけど、はい、15種類のアクロ、アクロ15種類のアクロ15種類のアクロは聞かない単語でうわーやられた一本取られましたね。これ盛大な前振りでしたね。前振りになりましたよ。はい、の圧が結構すごくて圧おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴンダマンです。こんにちは、ニタンダです。ニタンダさん、はい、今回我々 PR 部隊が出撃しているこちらの場所、なかなかの場所ですよ。はい、お呼ばれされたんですか？そうですね、はい、今回はハイエースの横浜町田店の中森店長からこういった企画あるんだけどいかがっていうことでお話をいただいて、で蓋を開けてみたら、なんとこの辺に多分答え映っていると思いますが、アルパイン株式会社にお呼ばれいただきました。ありがとうございます。ハイエース検討されている方、ランクル検討されている方、ビッグ X っていう単語、もしくはアルパインという単語は聞いたことがあると思います。その製品の総本山に来ております。開発の部署があったりだとか、テストをする場所があったりだとか、なかなか来れることがない貴重な映像となっております。はい、で今回の動画に関しては、大きくドライブレコーダーの話、はい、ビッグ X というナビゲーションの話、そちらの部分をアルパインの担当のスタッフを立てていただいて、実際にご説明をいただきながら話を進めていきたいと思います。動画の尺長いですよ、なかなかボリューミーですよ。はいはい、この動画に関して見ていただいている方が悩んでる方、はいはい、もう使ってる方多いと思います、はい、そういう方に最後まで見ていただきたいなと思ってます。うん、そうですね、はい、で私ブレたくない軸がありまして、今回ご紹介させていただく数々の製品たちをおすすめとは言い切りません。あくまでこう新車でお車検討されている際にインストールするべきナビでこれでいいのかとか、これからナビだけ交換したいなとか、ドライブレコーダー交換したいなってこう考えた際にご検討の視野に入れていただいて、あ、こういう機能いいよねって、そのぐらいの程度で皆さんご視聴していただけるととても嬉しいです。なるほど、はい、でなるべく視聴者の目線でこういったところ気になるな、うん、そういうところにフォーカスを当てて話を進行していきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは潜入スタートしていきたいと思います。ちょっと緊張するんですよ。緊張しますね。広いのよ、まずこの本社が。圧倒されますね。え、ごめんなさい、弊社のビルより大きいのでは？やめなさいなここに通いたいね。そうなんですよ。そしたら早速中に入っていきたいと思います。はい、行きましょう。中にズーンと入っていただいて、アルパインビルディングでございます。はじめまして、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日のゲストはアルパイン株式会社の永井さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめんなさい、永井さんはどういうフレックスとの関わり方なんでしょうか？フレックスの横浜町田インター店さん、はい、を担当させていただいてまして、はい、そこで中森店長といろいろ話している中で、あ、なるほど、その背景から YouTube どうでしょうかっていうところが生まれて、まあ、本日この場いただいたと。あ、なるほど。でそして今回永井さんにご紹介していただくのがアルパインさんの製品ですよ。皆さん後ろに重機と言われるものが置いてあります。弊社がハイエースとランクルの軸というところですので、まあ、そこに適合している製品だとかについて触れていきたいと思います。ありますね、永井さん。ビッグ X と、ビッグ X と、はい、こちら鉱石モニター、鉱石モニター、もう大人気製品ですよね。店舗に実際に車に取り付けて展示を行わせていただいてるんですが、やはりお客さんびっくりします。ナビこんなでかいのついてるんだとか、いろんなお話聞くんですが、そのフローティングビッグ X が今大人気の理由って、こう永井さん的にはどういうふうにお考えですか？一番は大画面。大画面、はい、うんうんうん、こちらハイエースの車両専用で、はい、あ、そうだそうだ、やらせていただいてますので。三田さん忘れてました、はい、車種専用だ。いや考えたこともないですよ。というと1メーカーが何百ってある車種1個に対して専用だっていうナビを作るっていうのは、はい、まあ確かにそうですよね、はい、何百って車があるんですもんね。何百ってあるんですよ。何百じゃないですね。何百じゃないですね、はい、それに専用っていうものを作るアルパインさんのその方向だとかっていうのは度肝抜きましたよ。度肝抜きますよ、はい、今回永井さんにご尽力いただいてナビとかをお取り付けされた車をご手配いただきまして、オープニングトークで触れましたが、実際にこう操作感の部分を皆さんにご共有させていただきたいと思っております。ちなみにこの重機の前でお話しできることとして、はい、フローティングビッグ X、 ここがすごいぞっていうところ、何かございますか？じゃあ、はい、ボイスタッチっていう機能がある。あ、ボイスタッチちょっとやってみる。はい、お願いいたします。近くのコンビニ、お、なんて出ました？少ない、コンビニ少ないっていうことが分かった、うん、そうですね、次の候補
てやっていくと、はい、今の現在地に対してどこにコンビニがあるのかが分かるって感じです。ボイスタッチの機能自体はある程度知っていたんですが、次の候補っていうところまで操作が効くとは思っていなかったです。ナビゲーションの中で青文字に書いてあるところだったらこれで全部反応するようになっています、青文字の吹き出しの分っていうことですね、感度がものすごく良かったですね。感度良かったですね。全くミスがなかったですよ、サクッて答えが出ましたね。これはすごいわ。なんかボイスタッチ以外に今のところ、いやこれは実際に車行ってからの方がいいですよね。そうですよね。そうですよね。いやただただちょっとこの場で触れさせていただきたいことありまして、上に視界を切るとじゃじゃん、フリップダウンモニターですよ。フリップダウンモニター、はい、大きいのとちょっとスリムめなのと2つありますけれども、ちょっと永井さんこちらご説明いただいてもよろしいですか。はい、こちらが 12.8 型大きいモデルとして、ルームライトについてるタイプになってます。なるほど。でこっちが 10.1 型の、ちょっと小さめの光石モニターとなっております。二旦那さん、はい、どちらの製品もフレックスの店舗でも見かけたことがある大人気製品ですよね。はい、パッと見だと高画質さとかで言うとどちらも同じ風には見えるんですが、絵の大きさとして迫力が全然違いますね。そうですね、インチ数が 12.8 と 10.1 とで大きく変わりますけども、はい、一つこのマークの部分でも変わってるこのプラズマクラスター、すいません忘れてました。わざとですよね、今のフォーダーちゃんと持ってくるんですねこれちょっと説明いただいてもいいですか。プラズマクラスターよく家電製品とかについてるかと思うんですけど、ここにもマークがついてまして、はい、ここかなから綺麗な空気が出るという、車の中ってねこもりやすいですもんね、空気とかが、匂いとかやっぱこもっちゃう。あ、そういうのも全部清浄してくれるんですか、フリップダウンモニターが、はい、そこまでやってくれるっていうことですよね。12.8 インチのモデルのみ取り付けがあるってことなんですよね。あ、そうです、なるほどなるほど。その機能は 10.1 の画面の方にはないんですね。ない、設定がないと、ちょっと画質がこの WXGA って書いてあるのが、はい、12.8 型のモデルなんですけど、なるほど。で 10.1 型だと WSVGA ってちょっとあの画質が 12.8 型と 10.1 型だと違います。なんか発色がいいせいなのか、どっちもいい、どっちもいいんだよな、水準が高いんでしょうね。そうですね、いや、ありがとうございます。ごめんなさい、まだ他にも触れたいものたくさんありましたが、ドライブレコーダーですかね、こちらがドライブレコーダー搭載しているデジタルミラーになります。まずデジタルミラーっていうものがリアハッチの上部もしくはナンバー灯のあたりにバックカメラ、純正のものが取り付けされていて、でそこから取り込んだ映像をルームミラーに表示させるという機能がこうトレンドとして純正のハイエースであったりとかさまざまな車に搭載されております。でそこの現行型のハイエースのデジタルインナーミラーをごそっと交換して、このアルパインさんが出しているすごい純正感のあるドライブレコーダーを設置できるってことですか。はい、設置できます。まあ、後ほど車の中に実際取り付いているものが見れるのかなと思いますが、そうです。これに関しては、はい、もともとついてるミラーにカポンって、あのよく後付けのアナログのミラーをカポンって取り付けれるやつあるじゃないですか、それと同じようについてますね。あ、そうですね、こちらが純正ミラーカバータイプになってますので、この後ろをバンドで留めてるだけなので純正ミラー残したまんまこれから付けれるという、はい、じゃあ取り付け自体は簡単だし、配線の部分だけ、そうですね、ちょっと後ろ量販店さんだとかにやってもらうような、そうです、簡易的なものですよね。これでもう十分ですよ。なるほど。デザインはそんな変わりはないですからね。そうですね。今こうハイエース店でかぶせるタイプのものって、まあ、なかなか使うことって、多くはないじゃないですか、中古車でこう現行風にされたいよっていう方に対して、まあ、中央のかぶせ型のデジタルインナーミラー風のドライブレコーダーに刺さる製品だと思いますし、でその上の製品がさっき自分が発言した内容に当たる製品なんですかね。そうですね、こちらちょっとこれだと分かりづらいんですけど、後ろの純正ミラーのアームを取っちゃってアルパインが作ってる例えばハイエース専用だとか、ランクル専用のアームを付け替えて付けるタイプになってるので、なるほど、根元から交換タイプ、かなりスッキリ。あ、そこなかなか外すことないですよね。ないですね、根元触ったことない人もたくさんいると思いますよありがとうございます。そしたら実際にお車の方を案内していただこうと思います。よろしくお願いいたします、よろしくお願いします。それでは永井さんよろしくお願いいたします。お願いします。旦那さんも裏にいるじゃん、はい、暑い暑い暑い、ごめんね、お邪魔します早速エンジンお願いいたします、はい、
三田さん見えましたか？見えた見えた見えた。デジタルミラーにもハイエース映るんですか？映ります。あ、そうだったんですね、はい、それ知らなかったです。後からあのアルパインのホームページでダウンロードしてもらって入れるっていう形にはなるんですけど、はいはい、なるほどね。今回あのハイエースの映像が映ってましたけれど、はい、まあ、いろんな車種用のオープニングが準備されていて、準備されてます。でオーナーさんごとにお楽しみいただけるよう。そうですね、ご自分の愛車に合わせて。さあ、そして皆さん、こちらがアルパインさんのビッグ X フローティングモデルですね。はい、今回はあの DA シリーズではなく、ナビゲーションの機能がしっかり入ったモデルなんですよね。モデルになります。なるほど。まずデザインから見ていきたいと思います。見てくれ、このかっこいいデザイン自分的にはね、このベゼルの黒いクロームがかったシルバーの感じとかすげえかっこいいなというふうに思います。フローティングっていうことですので、こういうビルトインタイプ、関節、首が出ていて、ちょっと手前側にニョキッと出ているようなデザインですね、はい、なるほど。今手をかけて手前にずらしていただきましたけど、はい、このように関節が動くと、はい、ちなみにこれ、うん、SD カードのポートがついてますけれど、はい、これってどういう時に使うんですか？ SD に音楽とか取り込んでいただいて、はい、音楽を聴きたい人とか。あ、そういうことですね。はい、今のところ、まあ、CD もそうですし、うん、SD カードも触れます、はい、ちなみに今永井さん、あの縦向きにナビを操作されたじゃないですか、はい、これ横もいけるんですか？横はいかないです。なるほど、縦だけになってます。はい、あの皆さんこう横向かないんですかって思われがちです、うん、まあ、確かに思いますよね。ただフローティングっていったところで、うん、ナビの強度を出すためにも、ね、しっかりとね、強度が出るような動かし方しかしないような設計となっております。永井さん、はい、まあ、衝撃テストというか、はい、実際にオフロード走行とかを走ってみて、はいはい、このフローティングビッグ X が耐えられるのかどうかとかも試されたことがあるんですよね。そうですね、このフローティングビッグ X のモデルになるんですけど、はいはい、福島県のいわき市の方に開発の拠点がございまして、はい、うん、そこにテストコースっていうのがあるんですけど、うんうんうん、15種類のアクロ、アクロ、アクロってちょっとあれです、15種類のアクロ15種類のアクロは聞かない単語で、コースが15種類あるっていうところですか？テストコースは1キロあるんですけど、はい、その中に例えばデコボコ道だったり、石畳の道とか、はい、いろんなのを再現して走って、その振動でも耐えれるかっていうテストを、なるほど、行って出来上がった商品なんで、ナビを痛めつけるための走行テストっていうことですよね。そうですね、ナビを痛めつける、痛めつける、まあ、確かにそうですね。どうだ、はい、耐えれるのかっていうふうに走っていったっていうことですよね。そうですね、その中でどんな不具合が起きるかとかを検証して、うんうん、お客様の手元に渡った時に不具合が起きないようにっていう、なるほど、対策はされてます。でそんな中でビッグ X ですが、まず存在感がすごいですね。視野角が広い。そうですね、今私あの映像でも伝わるように、うん、こんな角度から動画撮ってます。一昔前の液晶でしたら映らないですよ、この角度。この角度、この視野角の広さ、これってなかなか語られることはありませんが、ナビゲーションにおいて重要な観点だと思います。すいません、全然製品紹介に入ってないねいやでも大事なポジションだったと思いますよ、はい、全然見た目の話しかしてなかったんです、はい、今のカメラのアングル、うん、画面をアップで見ていくと、右側にナビゲーションボタンですね、置いてありますと。触ってみるとこういう画面が出てきますね、はい、まあ、シンプルで分かりやすい。この辺りってちょっと不思議だなと思うんですけど、これちょっと押してみていただいてもよろしいですか？はい、じゃあまず周辺から、はい、今ルート設定してないので、はい、現在地中周辺のみになるんですけど、はい、おお、はい、よく皆さんが使うであろう、ね、運転中にものを載せてまして、はい、例えばじゃあこれ、あ、なるほどね、押すと近くのセブンイレブンがバーって出てくるような、はい、うんうん、なるほど。ちなみにここの今、はい、周辺ボタンを押した時に出てくる、はい、ここのアイコン、はい、これ今4つしか選べないのかなって感じてしまいましたが、はい、これだけしか選べないってことじゃないんですか？じゃないですね。なるほど、ここで選んでいただいて、はいはいはい、だあ、セイコーマートあったよ。あ、セイコーマートセイコーマートあったよ、三田さん、世界のセイコーマートがこれあるんだ、はい、そして選べることもできます。あ、なる
るほど。皆さんが使われる環境に合わせてアイコンはセッティングできる。できます、うん、なるほどなるほど。なんとなく周辺の機能便利だなっていうのが分かりました。はい、それにしても、まあ、コンビニを検索するにしても、はい、早すぎませんか。早かったね、結果が出るのが。動きめちゃくちゃ早い、はい、ぐるぐるぐるってなってもおかしくないと思ったんですよ、うんうんうん、その情報量的に。確かに。あっという間でしたね、うん、さっきナビゲーション中じゃないので、うん、現在地周辺でっていう話あったと思いますが、はい、もしルートを設定してたら、はい、そのルートの設定上にある、うんうん、例えばさっきのセブンイレブンとかを検索できるルート周辺っていうようなワードが光ったりですとか、はい、案内地、そういうことか。目的地設定してたらそっち側の周辺、どこの周辺を選ぶかっていうところ。そういうことか。ご覧になってます。今いる場所か道中かゴール地点か。あ、その通りです。予定立てやすいです、ね、そうですね。目的地の逆側のものは出てこないよっていうようなところですよね、うん、極端な話を言うと、ね、ルート周辺っていうのは助かりますね。わかりやすい。確かにそうだ、はい、ちょっともう一つ気になったのジャンルボタン、これも押していただいていいですか。はい、こちらはさっきの。あ、そういうことか。なるほど。まあ選んでいただいて。そっかそっか。このジャンルっていうのは本当幅広く日本の何々県のどこどこの何々市にこれがあるかどうかみたいなところから探っていくやり方か。そうですね。カテゴリーで分かれてるので、うんうん、コンビニだったりガソリンスタンドとか。これ僕この動画で言うにあたって永井さんに後で怒られる可能性があるんですけど、はい、この周辺ボタンって、はい、運転席の方がサクッて触るボタンなのかなって思ったんですよ。はいはいはい。結構触りやすいじゃないですか。でジャンルってかなり細かいので、はい、助手席の方に任せるような内容なのかなと思っちゃったんですよ。なるほど。向き逆でもいいんじゃねって思っちゃいました。そうそうかもしれないって、ま、わざと変なこと言いましたけど申し訳ありません。なるほどね。それ言っている意味、言われないと気づかなかったかもしれない。あ、そうですか。はい、指の3センチぐらいの話ね。で、はい、今お話しされてたこともあるんですけど、はい、やっぱ運転中って、うんうん、って話しにくいじゃないですか。確かに。なので周辺検索って言うと反応ができるようになってるので、運転席の人が触る動向っていう話よりかは、はい、うわやられた。一本取られましたね。これ盛大な前振りでしたね。前振りになりましたよ。だから長谷さん、はい、ニコニコだったんですよ。ニコニコしました。これ今文字出てるじゃないですか、はい、この通りの文字を読み上げれば、まあ、そこをクリックした扱いになるってことですよね。そうですね。読み上げてみてもらっていいですか。で声変わっても大丈夫なんですか。声変わっても大丈夫です。近くの回転寿司。お、すげえ。うわー、待って、分かりやすい。今気づいた、新田さん。何がですか。だから画面がパッと地図画面に変わりましたよね。はい。で今安定してるの分かりますか、新田さん。はい、分かります。地図の方が、まあ、当たり前ですけど東西南北しっかり出てるじゃないですか。はい。で浜寿司だけ光ってますよ。これめっちゃ分かりやすいですよ。距離感も分かるし、ちゃんとその店舗のアイコン使ってるんですね。そうですね。他の浜寿司も出てません。出てますね。次の候補、次の候補、近い順番に出てきてるんですか、ね、出てきて。ちょっと新田さんも喋ってみてください。ここから行きますか。後部座席から大丈夫です。次の候補。あ、拾うね。子供の声とかでも大丈夫なんですか。子供の声とかでも大丈夫です。これはすごいな、うん、今皆さんこちらの画面についてはおおよそ大丈夫だと思います、うん、いやでももしかしたら住所検索、名称検索もなんか秘密がありそうな気がするので押させていただきます、うん、まあ、ここは変わらずです ね、 ですね。あとは履歴ですね、まあ、これは検索の場所ですね、はいはい。あと登録地点、これはご自宅であったりだとか、まあ、よく行くお店、よく行くお店とかを登録したら一発で押せるようになってます。気になるのがね、設定なんだよね。細かそうですね。細かいな、まあ、でもアイコンは分かりやすいですよ、まあ、見ての通り通信設定に関しては Bluetooth マークがついておりますと。あ、分かりやすいな。 Bluetooth Wi-Fi オンラインサービスと。あんま Wi-Fi って単語聞かないんですが、これどういう感じなんだろう。このナビゲーション自体に Wi-Fi っていうのは持ってないので、はい、なるほど、はい、例えばご自宅にある Wi-Fi とこのナビゲーションをつなげて地図更新とかができる、はい、ああそういうことか。なんかパソコンでいうテザリングみたいな感じで、はい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 、外の Wi-Fi を引っ張ってきて更新とかができる、うんうん、それは便利だな。店舗に行く必要がないのか。そうです、ね、更新の時に、はい、電話設定をちょっとタップしていただいて、まあ、まあ細かなあれですね。そうですね、基本的な、うん、誰々さんから電話かかってきましたとか、そういう時の表示の仕方ですね。そうです。あと画質調整、もともと画質ってめちゃくちゃいいと思うんだけど、明
明るさを。ああ、確かに輝度が変わってますね。そうですね。メディア編集ってなんだ。位置情報を、まあ、ピンで登録した場合とかに、うん、SD カードとかに飛ばせる項目ですね、うん、各種設定、設定も地図表示とか、うん、なるほど。有料道路を避けていくかとか、もう積極的に行くかとかも選べますね。はい、選べます、ね、うん、なるほど、はい。細かなこと触れるな。すいませんね、皆さんパッパって変えてますけど、一時停止推奨です。こういうところ皆さん気になると思いますので。あ、これね、意外とこれ嬉しいですよ僕。この時計表示設定、言ってる意味わかります、はいはい、テレビとか再生してる時とかに左上にありますよね、でかいのドーンってやつ、それを消せるようになってたりしますね。そうですね、うん、あ、文字サイズとかも結構大事。夜間用で変えれるんだ。そういうのがあるんだ。ヘッドライトがついてる状態の時の明るさですよね。あ、そうです ね、 そうですよね。ヘッドライトと連動するので。そう、皆さんこの夜間明るさ照明と夜用照光明るさ調整って、これ皆さん謎だと思いますが、この下側の項目ってここのことですかね。ビッグ X ってダウンライト的なものがね、ぼんやり光るように作ってありまして、今映ってるよね、うん、この青いライン、いろんなところを細かく変えれる。だってこれ見て、123項目あるよ設定画面。そして皆さん、車種専用チューニング、うん、ここから変えれるんですね。ここからも変えれます、うんうんうん、オープニング映像でハイエースがブワーンって出てきた、あの映像ですよね。そうですね。なるほど。基本的に最初は取り付けした時にどの車種かって選べるので、はいはい、その時に基本車種専用チューニングって行っていただくんですけど、なるほど、まあ、その後で乗せ替えたりした時にまた変えたいよってところに対して変更ができるようになってます。なるほど、ありがとうございます。さあ皆さん、ある程度設定の部分網羅できたと思います。ナビ行こうかな、 AV 行こうかな、どっち行こう。音符の方行きましょう。音符の方行きましょう。オーディオメニューになってます。今 Apple CarPlay がなんか点灯してる状態なんですけど。そうですね。これなんかつなげてるんですか。 今はちょっと有線でつなげちゃってるんですけども、はい、iPhone だったらワイヤレスでも接続ができるようになってます。ワイヤレスでいけるんですか。ワイヤレスでいけます。すごい。ニタナさんご存知でしたか。知りませんでした。え、嘘だろ。いや本当に。あ、本当に知りませんでした。有線すぐつないで充電しちゃうんで私、はい、充電バカなんで、はいはいはい、なのでそれを抜いてつなげたことは今までなかったですね。 Apple CarPlay、 Apple CarPlay は Bluetooth でつなげていただければ接続できるんですけど、うんうんうん、Android Auto は有線じゃないと接続ができない。で、皆さん当たり前ですがテレビ映ってます、はい、ワンセグ、フルセグ、どちらですか。フルセグです。フルセグですね。ありがとうございます。ちょっと映像は映せないですが、皆さんこの画質の感じからもうどのぐらいのレベルで映るかっていうところはイメージできると思います。ここはカットさせていただきます。で、DVD、CD がもし入っている場合はこちらからチェックが行えますと。で、SD カードのメニューもありますね。ラジオもありますね、はい、HDMI つなげてみますか。はい、お願いいたします。はい、開始します。 HDMI が光りましたね。光りましたね。されましたので押してみたいと思います、はい、お願いします。お、大きく映るようになってます。なるほど。で、先ほど時計の表示のお話あったかと思うんですけど、はい、タッチで消せますので、え、設定どこも、まあ、ありなんですけど、やばい、全部先を読まれてる。まあ、これ電波状況によると思いますが、はい、まあ、今若干粗めではありますけれど、ね、回線が安定したら綺麗に映るっていう感じですね、はい、あの HDMI ケーブル1本で、まあ、音声も映像も飛ばせて、うん、でしっかり横向きで表示できるっていうのは楽しいですよね。そうですね、うん、撮ってつけたっていうような映像じゃない、映り方じゃないっていうのは僕はあの最初感動しました。ビッグ X の画面が媒体になってるんだなっていう、そこまでこう通信されてるっていうのは、まあ、技術のレベルでしょうけども最初本当に感動しましたよ、うん、綺麗さには。なるほど、ありがとうございます。さあ皆さん、今助手席の目線はこんな感じですね。今この映像で皆さんが見てる以上に大きく見えてます。自分の視界では今ディスプレイに目線をそらすとこのぐらいの大きさで見えてます。今自分的には結構楽しめます、しっかりと。このハイエース版のセカンドシートからフロントのビッグ X 丸見えなんですよ。あ、丸見え。この端っこで、まあ、ち
ょっと運転席のシートにかかりますけども、うん、ファミリーで一つの画面、うん、同じコンテンツを楽しむんであれば、うん、ごめんなさい、フリップダウンモニターなくても全然見えますね。あ、そのレベル？そのレベルです。しっかり文字一文字一文字くっきり見えますよ、綺麗に。さすがビッグ X だね、うん、11型なのででかいわ。はい、大きいです。あ、そうか、抜けば終わりなのか。抜けば終わりです。簡単だ。はい、で、あと気になるのがアプリ、はい、アプリが、アプリってどうやって、カープレイ、そういうことか。まあ、Apple CarPlay であれば、うん、いわば iPhone のこの操作画面をこちらに映すって感じじゃないですか。そうですね、はいはい、もうまさにこれですよね。そうです、まさにこれ。はい、まさに。で、もともとナビゲーションって入ってるんですけど、うん、例えばナビゲーションって3年3回分地図更新ついてくるんですけど、うんうんうん、その後とかやっぱ自分で購入するの嫌だよっていう方とかは、はい、もう4年目からはこっちのカープレイ使ってもらってもどちらでも選べるってなってます、うん、この操作感間違いないな、ね、全部一覧として表示されてるなと。はい、うん、確かになってます。ゴナさん、はい、右下のやつ使ったことないんですよ僕。こちらですか。はい、 Amazon アレクサ機能設定とありますね。お、あ、ちょっとよくわからなかったです。え、ごめんなさい。4人目います。4人目いますね。4人目いますね。ナビさん、この右下のボタンはどういう機能ですか。はい、このナビゲーション自体に Amazon Alexa の機能が搭載されてます。はい、はいはい、そこの設定画面になるんですけど、この USB で Amazon Alexa はつないでいただければ、はいはい、最初だけちょっと設定必要なんですけど、うんうん、今はもうつながってる状態なので、はい、これが Alexa マークになってるんですけど、ね、なるほど。言葉を発せれば反応するんでちょっとやってみます。あ、ぜひ見せてください。はい、アレクサ、今日の天気は？大田区の現在の天気は曇りで、気温は摂氏30度です。今日は断続的に雨が降る予報で、予想最高気温は34度、予想最低気温は24度です。こんな形でアレクサが喋ってくれると。なのでご自宅とかでアレクサ使ってる方ちょっとずつ増えてきてると思うんですけど、はい、そことの連携もできたりします。なるほど、これは面白い。ルート設定もアレクサがしてくれます。賢いな。なるほど、どっか行きたいところあれば、はい、アレクサにちょっと話しかけてみてもらってもいいですか。うん、行きたいところを、はい、最初にアレクサって呼びかけるんですか。そうですね、はい、アレクサ、両国国技館。すみません、何をつけますか。何をつける。わかりません、ごめんなさい。もう一回いいですか。もう一回いいですか。アレクサ、両国国技館に行きたいと。に行く。両国国技館を見つけました。なるほど。目的地までは 15.2km です。場所は墨田区横網一の3の28です。そして今夜午後9時に営業を終了します。そこがそこまで行くんだ。両国国技館の情報が出てきちゃったと思うので。あ、なるほど、はい、そこはタッチで。あ、全然ここから触れるんだ、はい、目的地とかで、ね、設定もできるようになってます。これから触りたいっていう方にとっては非常に有益な情報が多いことかと思います。この AV モードをした場合は選んでる画面、そうですよね。あとは急な電話に強いオーディオオフボタンとかありますね。もうあります。で、二旦那さん、はい、ダブルゾーン来たよ。ダブルゾーンのご説明いただいてもよろしいですか。そうですね、はい、ダブルゾーンは前のナビゲーションと後ろの後席モニターで別々のメディアソースを流せる機能になっています。なるほど。基本地図を見ながらDVD とかってできるんですけど、はい、例えば Bluetooth で音楽を聴きながら、はい、後ろで DVD とかを流せるように、はいはいはい、あ、前と後ろで別の音源、うん、映像をお楽しみいただけると。いただけると。わ、すごい。スピーカー流すのを別々にしてありますので、別々の空間でお子様を DVD、 運転してるお父さんお母さんは音楽を聴いたりとか。なるほど。ができるように。この機能がもうビッグ X の目玉機能と言ってもいいでしょう。そうですね。いや、他にもこう、はい、製品としての企業努力、うん、操作性の便とかはありますけれども、やはり皆さんがこうパッとイメージつくすげえなこの機能っていうものはダブルゾーン、はい、これ入ってます。まあ、ごめんなさい。サボらないね。サボらないね。
前は HDMI で YouTube を見て、YouTube を見て、うわ後ろのモニターも綺麗だ、めちゃめちゃ綺麗ですよね。で今はフロントリンクって言って前と後ろの映像をリンクさせてるので、はい、なるほど、同じ映像が映ってるかと思うんですけど、はい、鉱石固結っていう形で、例えば外部入力とかにしていただければ前を HDMI で見ながら、はい、後ろをRCA にできるんですけど、ちょっとあれですね、すいません、 RCA 繋いでなかった、繋いでないからあれです。なるほど、後ろも別の HDMI とかもできるんですか？ HDMI は1本しか繋げられないので、DVD とかがあれば DVD と HDMI とかで選べるんですけど、はいはいはい、なるほど、はい、なので今 YouTube の映像を後ろで映してるんですけど、はい、前で Bluetooth の音楽を楽しめるっていう、はい、なるほど、すごいな、分けれる、リアのルーフスピーカーとか分けていただければ、うん、完全に前と後ろで世界観分かれますよね。完全に分かれますね、住み分けが。そういうことができちゃうんですね。できちゃうんですね。素晴らしい機能だ。今の機能で言うと、うん、このフリップダウンモニターが必須になっちゃいますよね、どう考えても。そうですね、後ろのモニターっていうのが一応このダブルゾーン機能っていうのはナビ側の機能なので、うん、最悪これじゃなくても使えちゃうような機能ではあるんですけど、基本一緒の方が確かに、はい、いいかな。逆に言うと、はい、適合してないものもあるんでご注意くださいっていうところですよね。そうですね、それはもちろん、なるほど、基本アルパインセットで作っているので、はい、やっぱりこれ欲しくなるね、はい、欲しいですよね。貴様つけてたな、残念だったな貴様こちらがダブルゾーンの機能でした。で、2画面表示もあるのか。でしかも確かこれ左右向き変えれましたよね。もちろん変えれます。うわー、来たよ。スワイプでできたんですか？えいや何言ってるんですか、運転手ですから触らないですよ。運転手以前にあなた、はい、どちらの店舗で働かれてましたっけ？ハイエース札幌西店です。その後の方がいいですか？とんでもないですよ。後の方がいいですか？はい、って感じですね。で、私とてもハテナマークの機能一つだけありまして、アロマって書いてありませんか？ありますね。左上に謎のボタンありますよね、押していいですか？どうぞ。はい、ありがとうございます。カーロマっていうのがついてる商品がありまして、はい、これついてないので使えないんですけど、うん、リアのフリップダウンモニターが今回プラズマクラスター対応しているものなの で、そこと連携してこういうことができる、はい、設定を変えれる。うんうんうん、あ、そっか、リアビジョンの機能と兼ねてるのか。アロマの機能、設定画面になってます。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ビッグ X の操作感に関してはある程度触れることできましたかね？大丈夫だと、大丈夫だと思います。はい、はい、でそんな中で皆さん、今回のテーマ大きく2つありました。ビッグ X ともう二旦那さんが今視線切っておりましたけれども、うん、このデジタルインナーミラー交換型のドライブレコーダーの存在ですね。そうです。まずデザインから見ていきたいんですが、あ、まず角度は自由に変えれるんですね。変えれますね、うん、でここのアームをハイエース専用に作ってます、はい、なるほど、はい、ここはさっき言った交換しちゃってるものですね。なるほど、これ皆さんレアな映像じゃないですか、うん、なかなか見ることないですよ。そうです。てっきり角度を変更できないのかな、固定式なのかなと思っていたんですが、うん、そんなことはなく上下も変えれる、うん、いいですね。はい、なってます。でプラス下側にはこのようにアルパインというロゴが入っていて、はい、で SD カード差し込む場所ですかね。あ、そうですね、はい、ここの真ん中の後ろに、はい、ございますね。なるほど、分かりやすいですね、はい、で結構薄めですね。薄いですね。これ12型で結構大きく感じられるかと思うんですけど、うん、大きいです。斜め逆台形にすることでスタイリッシュに取り付けが、うん、なるほど、できるようになって、そんなに圧迫感もなく、はい、そうですね、つく、うん、ビッグ X と合わせて使われる方が多いのかなと思いますが、デザインが似てますね、このアーチの部分。違和感がなくてとても素敵です。で、こうデジタルインナーミラー風っていうところで面白いのが、こう角度変えても別に視界が変わるわけじゃないんですよ、はい、このドライブレコーダーに関しては、まあ、今起動中っていうものがパッと見で分かるようになっておりますと、はい、で操作方法とか機能感としてはどんなことがございますか？そうですね、ここにまずボタンが2つあるんですけど、はい、ここが電源オンオフのボタンになっていますので、なるほど、うん、押
すと普通のアナログに切り替わると。しかもこれ暴言系のやつかな、ちょっと曇ってます ね。ヘッドライトとかがこう光入ってもまばしくないタイプのやつだね。 そして隣のボタンは、ボタンをこれが手動録画のボタンになってます。あ、なるほど。今基本エンジンかけてたら常時録画されてるんですけど、うん、はい、ちょっと煽り運転とかしたよっていう時はここで、うん、手動録画を開始します。あ、そういうことか。手動録画を開始したら別のファイルに映像を保存するので紛れちゃうことがない。なるほど、はい、ファイルが別になるんですね。ファイルが別になります。うん、常時だとやっぱどんどんしていくので埋もれてっちゃうと思うんですけど、はい、なるほど、はい、そしたらドライブレコーダーはやはり夜映ってなんぼということで暗い場所に移動を行いたいと思います。永井さん、ちょっとよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。今アルパインさんの地下駐車場に移動してるんですが、高さ 2.8 メーターでしたよ、板田さん。あ、でも 2.8? ほぼ何でも入りそうですね。何も入りますやん。ホテルみたいですね、この駐車場の入り方。確かに。で、まあ、今回ハイエースのダークプライム2の車かな、ベース車両がもちろん自動で夜のモードに車内が切り替わるわけですけれども、まあ、イルミネーション関係反応して自動でヘッドライトがついて、オプティトロメーターが点灯して、でナビ周りの部分も色合いが変わりました。ちょっとこう淡い感じに、眩しくない感じに切り替わりました。で、今バック駐車の映像が映っております。ガイドラインも表示されていて、これもハンドルと回した回数とリンクしていて非常に止めやすそうですね。ですいませんね、カメラが夜の映像苦手なのでちょっと淡く映っているかもしれませんが、めちゃくちゃ高画質です。夜間走行の体で地下駐車場に移動してきました。永井、はい、さん、こちらではどんなことをご紹介いただけるんですか。夜間でもはっきり見えるよっていうところと、はいはい、あと視野角の広さをアナログミラーとデジタルミラーで比べてみたいなと。あ、なるほど。思ってます。ちなみにアナログミラーっていうのは、はい、電源を切った状態で単純に鏡としての反射で見ることをアナログって言うんですか、ね、アナログって言ってます。なるほど、はい、今はこれデジタル、ね、今はデジタルです、はい、デジタルだとこの黄色いパイロンが映ってるかなと思うんですけど、はい、映ってますね。で、実際アナログミラーにしてみると、はい、もう今永井さんのお顔しか映ってないですね。向きがちょっと、あ、確かに確かに、そっかそっか、運転手の画角になりますもんね。あ、そうですよね。まあこれが要するに運転席から見えてる画角ですよね。画角ですよね。まあ当たり前ですけど、パイロンは映ってませんと、ませんと。がしかしデジタルミラーにすると映ります。これはまあ視覚だったわけですよね。そうですね、このパイロンが置いてある場所っていうのは、はい、アナログミラーだと大体この辺あたりまでしか見えないんですね、ここのあたり、はい、それがこんなに、まあ、倍近く広がるよっていったところ。なるほど。実際外で言うとこのパイロンどの位置にある。確かに、あ、遠いね、遠いね、かなり遠いですね。こういう角度ですよね。そうだね、ここまでですよ。ここまで映るのはすごいね。そうですね、基本アナログだとやっぱりここの延長線上しか映らないものがこっちまで見えるようになると。なので普通に車走ってても4車線くらいはデジタルミラーで確認できますので。まあ、車線変更とかする際とかも後続車が現れた時とかも分かりやすい。分かりやすいです。気をつけないといけないかなっていうところは、こうデジタルインナーミラーで見えてる場所が全てだとは思わず、ちゃんとサイドミラーでもその見えてるものがリアルなのかどうかはチェックした方がいいですね。なるほど。さあ、ちなみに皆さん、今回このような感じでパイロンに危ないっていうストップの手形ついてますね。で、これがこの距離感で今置いてあって、あ、やっとハイエース映った。で、このイラストがちゃんとドライブレコーダー上で表示されてるのかっていう問題なんですけど、あ、すごいね、ちゃんと映ってる。こんな細かな映像まで拾えるんだね、新田さん。あ、本当だね、すごいね。手の形とストップっていう文字も夜間もはっきりくっきり見えるようになってます。撮影してる関係でやはり高画質ってどういうものかって考えること多いですけれど、広角でこの鮮明さで映るってすごいです画質もまあそうなんですけど、視認性っていうところを意識してやってますので。そうですよね。しかも裏暗いよこれ、はい、暗くてこの明るさで映ってるからね今。さて皆さん、夜はこんな感じですね、映りとしては。まあ、眩しすぎずって感じです。で、明るい場所に出ると自動でこう明るさが変わる
変わっていく感じ伝わると思います。暗いところでは光を抑えて、明るいところではしっかりと発光して見やすいね。さて最後にはなりますけれども、まあ、そもそもドライブレコーダーであると。あ、なるほど。これで画角の調整もできます。さっきちょっと下目にしてたので、スワイプでいけるんですね。スワイプでいけますね。永井さんの指の動きが早すぎるだけなのかわからないですけど、あ、これ今結構上いっぱいですね。上いっぱいですね。そうですね、永井さんの指の動きが早すぎました。早すぎましたね。失礼しました。ちゃんとゆっくり触ることで、はい、向きが変わるようです、はい、上下はその画角の変更ができまして、なるほど、横にスワイプしてもらうと、はい、明るさの変更ができます。ちょっと明るめ、はい、なるほど。もちろん再生機能とかもあるんですかね。あ、そうですね、一応ドライブレコーダーがここにフロントカメラがついていると。あ、本当だ、はい、あと後ろにもリアカメラがついてまして、はい、前後にカメラで常時録画してます、うんうん、で今録画中なので一回止めてもらって、うん、このファイルボタンを押すと今まで撮ってきたものが見れるよ。いいですね。なるほど。でここちっちゃいんですけど F と R って書いてあって、フロントとリアっていう意味なので。あ、そっか。 なのでこういう感じで先ほど見てた地下駐車場の映像から再生できると。音声も入ってますね。入ってますね。音声もオンオフ選べるんですけど、こんだけ画質綺麗だったら、うん、あ、今音もクリアじゃないですか、はい、YouTuber さんカメラで使えるじゃないそのまんま使えますよね。そのまま走行映像で使えるよね、はい、でこれ駐車監視に元から内蔵されているので、はい、別でケーブルとか用意する必要なく、うん、これだけ買っていただければ駐車中も、なるほど、衝撃録画に対して録画してくれます。なるほど、はい、すげえ。防犯も兼ねているんですね。そうですね、そういうことですね、はい、で、こちら2カメラついてるんですけど、はいはい、フロントカメラがここについてまして、ね、はい、配線カバーもしっかりついております。すごい純正感のあるものがついてますね。基本デジタルミラーとかだとここにカメラがついてたりして、あ、確かに確かに、やっぱちょっとミラーの角度変えちゃったりすると映るドライブレコーダーの映像もちょっと斜め向いちゃったり、そうですよね、よくある話ですよね。あと車両のセンサーとかと被っちゃうとかあるんですけど、うんうんうん、フロントカメラ別体になってますので、はい、そういうことも影響せず録画できてると。すごい、これはすごいなります。まあ、何よりもこの別体型っていうのが素晴らしいですね。まあ、車の大きさ、ワイドなのか標準ボディなのか問わずお取り付けの位置をね選択できるっていうのはいいことですね、ユーザー目線だ、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、永井さん、一日撮影にご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。初めてのアルパインさんの本社で製品、重機ともに触らせていただいて、細かな作り込みっていうものが今回しっかり映像として残せることができたのかなというふうに感じております。で、冒頭で触れました内容ですけれども、車を購入しようと考えている方、ナビってもう入れて当たり前だよねっていう世界になっていると思います。前提としてある程度自分の必要な機能、使いたいことイメージされて、それが叶うナビ入れた方がいいに決まってるじゃないですか。その点で今回このアルパインさんのビッグ X 含め、ドライブレコーダー含め、結構視聴者目線というか、まあ、消費者目線でこれあったらいいよねっていうところをくすぐる機能豊富にあったことと思います。僕の感想、そういったところでいい映像を撮らせていただいて本当にありがとうございますというところでございます。ありがとうございます。二段田さんの感想は、今までこの僕もハイエースに乗っていて、はい、ビッグ X 2年ほど使ってます。そんな中2年ずっと同じ機能しか使ってなかったんですけども、永井さんに教えてもらったなんてことない作業も知らなかったこともありました。あれか、ナビとソース画面を向き変える、はい、それこそ設定っていうところから細々選んでやんなきゃいけないから面倒くさいのかなと思ってないがしろにしてた部分もあったんですよ。なので自分が今まで使ってたけども本当は便利な機能まだまだあったんじゃないかなっていう、今ビッグ X 使ってる方も最後まで見ていただいて、こう新しい発見もあったんじゃないかなとは思いましたんで、ちょっといろいろいじってみるのもいいかもしれないですね。なるほど。永井さん、初めましてのこう接点でしたけど何か感想ございますか？いやー、そうですね、2人の圧が結構すごくて、はい、圧楽しみです。だから不安なんですけど、はい、ありがとうございます、はい、細かいとこまで見ていただいてありがとうございます。説明できたので良かったかなと思います。ありがとうございます。
余裕がありますね。製品の感想ではなく我々への感想でした。我々の、はい、はい、もうあの非常にいいオチだと思いますので、はい、このまま締めさせていただこうと思います。はい、今回アルパインさんへの潜入ということで動画回させていただきました。参考になる点多かったことと思います。今回ご紹介した製品に関しては全国のフレックスの店舗でもちろんお取り扱いがございます。もしお近くにハイエースベース等がありましたら、店舗にチャリに乗せた時のように通電しているナビが実際にディスプレイとして飾ってありますので、それ触っていただいたりだとか、営業スタッフ、作業スタッフかの方々に実際ビッグ X どうなのとか、そういったところ意見いただいても面白いかと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。